豊臣秀吉の話をします。今回話をする時代は、安土桃山時代です。織田信長と、その後の豊臣秀吉が大きな権力を握っていた状態のことを、食法政権と言います。一五百七十三年の室町幕府滅亡から、一六百三年の江戸幕府成立までの約三十年間です。で今回は、この食法政権の後半。一五百八十二年の本能寺の変で、織田信長が自害。

織田信長の家来でしたで。この時はまだ羽柴秀吉っていう名前でした豊臣秀吉って名乗るようになるのはもうちょっと後ですで羽柴秀吉は本能寺の変で織田信長を自害に追い込んだ明智光秀を倒します1582年ですでこの戦いを山崎の戦いと言いますその結果羽柴秀吉は織田政権の中でリーダーシップを取れるようになりました でよくここ一番の大勝負の時に天王山を迎えるって言ったりしますよね。でこれはこの山崎の戦いが語源らしいです。羽柴秀吉の軍と明智光秀の軍が戦った山崎の戦いって京都にある天王山の辺りで行われたらしいです。で秀吉はさらに1583年に織田信長の家来の中で重要人物だった柴田勝家を倒しました。 年です。この戦いを静ヶ岳の戦いと言いますこうして羽柴秀吉は織田信長の後継者としてのポジションを確立しましたでゲットした大阪のエリアの石山本願寺の跡地に大阪城を作ってそこを拠点にしましたただ羽柴秀吉は織田信長の子供である織田信夫と対立することになりましたでバトルが起きます羽柴秀吉は 徳川家康と同盟を結んだ織田信夫と戦うことになりましたがこの戦いに秀吉は勝利します1584年の小牧・長久手の戦いですこうして羽柴秀吉は政治のリーダーシップをがっつりと取れるようになったんですその後羽柴秀吉は朝廷の権威オーラを利用しつつ天下統一を実現していきますまず1585年に羽柴秀吉は関白になります ってのは天皇のサポートをする役職ですそして秀吉は1586年に大乗大臣になって天皇から豊臣っていう姓をもらいますここから豊臣秀吉って名乗るようになりますで大乗大臣ってのは天皇の周りで仕事をする役人の中のトップの人ですでこれ奈良時代の組織図なんですけどまあ大乗大臣がすごいランクの高い役職だったっていうことが分かってもらえばいいと思いますで、さらに、 平安京の宮城,宮城っていうのは天皇の家のことです平安京の宮城の跡地に呪楽亭っていう建物を作りましたで大阪城から移動をして1588年にはその呪楽亭に天皇御用勢天皇っていうんですけどその天皇を招待しましたでそこで戦国大名を集めて天皇と秀吉に従うんだぞっていうことを誓わせました、まあ、こんな感じで まあなんか細かくいろいろ言ったんですけど秀吉は朝廷の権威をを利用ししつつ天下統一を実現てていいっったっていうことです歴史の教科書とか見るとあの鎌倉時代あたりから天皇の存在感って薄くなるじゃないですかでも実際には武士大名が権力を握る上で天皇との関係性を作るっていうこと権威オーラを利用するっていうことはすごく重要なことだったんですよ。 でこのように朝廷の権威を利用していく中で秀吉は歴史上超重要なことを行います秀吉は私は天皇から全国の支配を任されたんだって言って全国各地の戦国大名たちにもう戦うのはやめなさい支配領域の争いの解決は私秀吉に任せるんだって伝えたんですこの戦闘バトルの停止と領地の確定を秀吉に任せる命令のことを 総武事例と言いますこれむちゃくちゃ大事です平安時代末から始まって鎌倉時代、えー、まあ南北朝時代室町時代戦国時代と続いてきた中世は自力救済自分のことは自分で何とかするっていうそういう時代でした、まあ、正確に言うと平安時代末から戦国時代までは自力救済自分のことは自分で何とかするっていう特徴が共通しているので まとめて中世ってててっっいいう,うに分類されているってことです、まあ、例えば武士が力を伸ばしたり一揆が結ばれたりあと村や都市で自治が行われたりっていうことがありましたがこれらは全て自力救済自分のことは自分で何とかするの現れなんですよそんな自力救済の時代が秀吉の総武事例によって終わります総武事例はもう自力救済はするなよ トラブルが起きたら、自分たちで実力で解決するんじゃなくて、私、秀吉に任せろよってことなんです。で、まあもちろん、急に自力救済が否定されたっていうわけではありません。戦国大名は、自分の支配領域、両国の中のルール、文国法っていうのがありましたが、その文国法で喧嘩両成敗っていうのを定めてましたよね。喧嘩両成敗っていうのは、俺が解決するから、お前らお互いに手を出すなよ。 手を出ししたたららお互いい処罰するからなっていうルールーでしたこのように自力救済を禁止する考え方はもう戦国時代からあったんですよ。ただ秀吉はその喧嘩両成敗の原理を全国に広めてさらに前に推し進めたっていうことです。それが総武事例なんですねでこの後の江戸時代っていうのは自力救済が否定された時代です。 で約260年間も平和が続くことになりました自力救済の時代である中世から自力救済が否定された近世へと移り変わっていく間の時代が織田信長や豊臣秀吉の時代だったっていうことですそしてこの総武事例っていうのは中世から近世へと移り変わる上での象徴的な出来事だったので超重要ですでいよいよ天下統一です秀吉は総武事例に 違反したっていう理由で各地の戦国大名を倒していきます九州で島津っていう人を倒したり小田原で北条っていう人を倒したりしましたでこの小田原攻めの時に伊達政宗たちの東北の大名たちが秀吉に従うことになって1590年に天下統一全国統一が完成しましたはい、以上ですまとめます秀吉は織田信長の後継者争いで勝って 政治のリーダーシップをがっつりと取れるようになりましたで秀吉は朝廷の権威オーラを利用して天下統一を実現していきますで朝廷の権威を利用していく中で秀吉は戦闘の停止と領地の確定を秀吉に任せる命令を出しましたこの命令を総武事例と言いますで秀吉は総武事例に違反したっていう理由で全国各地の戦国大名を倒して1590年に天下統一全国統一を実現しました はい、豊臣秀吉の前半の話は以上です。さようなら。